山本修五郎作おしゃべり物語1宗兵衛の母親はマリシテンと問答をした夢を見て彼を身ごもったそうである彼は上村孫太夫の三男で長男は伊之助次男は大助という一女は 見ごもるたびに夢知らせを見る癖があった。長男の時には虎のひげをそってやる夢を満たし、次におへそから長いひもを引き出す夢を見て次男ができた。葬儀の時の夢知らせは、なかんずくはっきりしたもので、長年月にわたって詳しく記憶に残った。夢の中で彼女は病気だった。 それもお乳が増えてゆく病気である二つのちぶさが三つになり四つになりやがて六つから八つまでに増え胸も腹もちぶさだらけになったそれで医者を呼びにやるとマリシテンがやってきた頭巾が見えなかったものだから毘沙門天のをちょっと借りてきたので格好が悪いだろうけれども そこは辞説柄だと思って、まあ、多めに見てもらいたい。マリシテンは、まずこう言い訳を述べ。さて開き直って、お前のお乳が増えたと言って、医者を迎えにやったそうだが、それは実に女の浅知恵というものである。なぜと言ってみよ。今度わしは、お前に八つ子を産ませることにしたので。 そのためにあらかじめ父を増やしたわけである。この世には何一つ理由なしに存在するものはないのであって、鼻がなければ鼻水を噛むことができず、耳がなければ熱いものに触った時指のやり場がない。手足あればこそも焼けにもなれるし、皮がなければ箸大工は首を吊るより仕方がない。うんぬん、うんぬんというわけで、 マリシテンは果てしもなく喋り続けた。一女は八つのと聞いて気も転倒し、自分にはもう二人も子供があるから、決してそれには及ばない、と言った。だが、マシはそんなことには耳も貸さず、とうとう朗々として、事物の存在理由とその価値について、弁じ続けたのである。一女は、 低粛温順な夫人であったが、心痛の大きさと、ましの止めどなっき情絶に腹を立て、マリ視点といえば、武勇的な方面を引き受ける神様でしょう。それならその方面の終戦をなすったらいかがですか子供の方は、子育て観音とか、小佐け地蔵とかいう世話人の方がいらっしゃるんですから、私としては、 何もあなたに義理立てをするわけはないと思います。女はそういう無分別なことを言うからいけない。ましはあごひげをなでた。子育て観音とか小佐づけ地蔵などと一口に言っても、やっぱりそこには裏も表もあるんだ。まあ仮に小佐づけ地蔵にしたところで、あの通り離れを立てたり塀を直したりするのは、 並大抵なないことじゃないそこは辻町の親父からだいぶ引き出しもしているし腹の大叔母をいくらかだましたということもあるらしいあなたは皮肉をおっしゃるんですね一女は自分でも目の色の変わるのが分かった辻町の父からもらったお金はあれは嫁に来る前からの約束だったんです あなただってそれはご存知のはずじゃありませんか。腹の大坊様のことは、せっちゃんが言ったんでしょうけれど、あれも騙したなんて根も葉もないことです。昔から私は大坊様が好きで、大坊様の方でも私を本当の孫のようだと言ってくだすっていたんです。まり、あ、してんなんてもったいぶっていながら、そんな細かしい抽象めいたことを言って、あなたは恥ずかしくはないんですか。 マしは怒ってたけり立った。そしてもはや話がこうなった以上は、八つ子どころか三つ子も産ませてはやらない。お前はよろしく、だちどころでも産むがよかろう、と怒鳴った。だちどころを産めと言われて、恐ろしさのあまり目が覚めると、下にして寝た左の半身がぐっしょり汗になっていたそうである。さては、 夢だったかとため息をついた時これは身ごもった知らせに違いないと思いにわかに不安になって夫を揺り起こしたあなたちょっとおおきになってくださいましなまあ待、ま、ってくれ孫太夫はろれつの怪しい舌で妙なことを言った今女房が寝るところだからうん何すぐだ 何しろ横になれば五つ数えないうちに眠る女だから、そこはごく便利にできている。あなた、あなた、ちょっと起きてくださいな。一女は夫の肩をこづいた。ねえあなた、わたくし心配なことができたんですから。う、う、なんだ、雷か。 冬の真ん中に雷なんぞなりゃしません。あなた、立ちどころって、なんだかご存知ですかそれは、すぐにとか、即座にとかいうことだろう。立ちどころじゃありません。立ちどころですわ。今私、夢ではっきり見たんですの。一女は夫の方へすり寄った。それが、いつもの夢知らせらしいんですけれども。 そうだとすると私、だちどころを生むらしいんですわ。変なことを言っちゃいけない。孫太夫はさすがに目を覚ました。冗談じゃない、そんな奇定烈なものを生まれてたまるものか。俺はそんなものは嬉しくないぞ。私だって嬉しくはございませんわ。でも、夢知らせなんですから。私のせいじゃないんですもの、仕方がございませんわ。 まあいい寝かしてくれ明日のことにしよう孫太夫は寝返りを打ってたちまちまたぐっすりと眠り込んだしかし一女は眠れなかったほとんどしらじら開けるまで思い悩みどうぞそんなきてれつなものを産みませんようにと心を込めて神仏に祈りを捧げたのであった 宗兵衛の生まれた時、長いこと不和で行き来の絶えていた里見平左衛門が祝いに来た。平左衛門は一女の実家の慈恵で、里見家養子に行ったものであるが、一女とは幼い頃から仲が悪く、つまらないことで喧嘩をして、長らく恩診を絶っていたのである。この兄は、口やかましい情絶感であった。 喋り出したが最後、親が死んでも立たないという性質で有名だった。出産祝いに来たのは5年ぶりくらいだろう。去年の夏に町奉行になったと聞いたが、見事に声て貫禄がつき、あごひげを立てていた。一女はその顔を見た途端ドキリとした。冗談ではない。それはあのマリ視点であった。 夢知らせで大いに口論をした、ましそのままの顔なのである。長男が五つ、次男が三つ、今度三男が生まれたとすると、まさに七五三という感情だな。平左衛門は片手で扇をバタバタさせ、片手で汗を拭きながら喋った。そうだとすると、 願掛けをしてもあと一人産まなければいけないぞ。七五三は幸運の数だが、幸運すぎて今日に帰る心配がある。昔から七五三の一と言って、これにもう一つつくと縁起は上々だ。お前も知っているように、腹の大婆が良い例で、あの婆殿がちょうど七五三の順で幸運だ。 あなた、いつひげなんかお立てになったの一女はまじまじと兄の顔を眺めた。前にはそんな妙なひげはなかったでしょひげか。これは去年の11月からだ。町奉行だとすると、遺言が必要だからな。お前も覚えているだろう。辻町の親父が中老になった時、やっぱり遺言を作るためにひげを立てた。 あれは口ひげだったけれども、とにかく叱るべき役につくとなると、それぞれ腹構えというものが。平在門の情絶を聞きながら、一女は思わず背筋が寒くなった。あごひげを立てたのが十一月とすると、ちょうどあの夢知らせのあった頃になる。あの時の口論にも、辻町の父だの腹の大叔様のことが出た。 むやみにしゃべりまくるまりしてん。何もかもそっくりではないか。彼女は大変不安になって、おずおずと兄にこう聞いた。さとみのお兄さん、だちどころって、いったいどんなものなんですかだちどころうーん、だちどころねえ。平左門の情絶は、即座にどっちの方向へでも切り替えることができる。 ああそれはね、立ちどころとなるとしかし、そう簡単なもんじゃないぜ。いつのことだか俺も食べた覚えがあるが。では、食べ物なんですかいや、女はすぐにそう物事を決めてかかるからいけない。食べることもできるからといって、必ずしも食べ物と決まっているわけのものじゃない。例えば、熊を食べ物とは言わんだろう 要するにあれは獣だ。けれども食べようと思えば肉は食べることができるし、肝は薬になる。獣であって食べ物であり薬でもある。この世に存在するものはすべて一概に何々であると決めるわけにはいかない。では、出ちどころというのは獣なんですか馬鹿だね。熊の礼を引いたからといって、 すぐにそれが獣だというような船舶なことがあるか。柳井ず馬にもそう言ってやったが、いつか彼が、一女は目をつむって頭を振った。兄は知らないのである。これ以上何を聞いても無駄だということが分かったので、平左衛門には勝手に喋らせておいて眠ってしまった。聡兵。 幼妙は小三郎とつけた。は、三つの春まで口をきかない子だった。まるまると声たいつもニコニコ笑っているおとなしい子だったが、ちょっとも口をきかないので、推しではないかと心配したくらいである。ところが、三つの年の晩春、突然ベラベラとおしゃべりが始まった。はじめは刺してにも留めず、 推しではなかったと安心して、むしろその片言のおしゃべりを強がったくらいである。しかし、四つになり五つになると、孫太夫も一女も眉をひそめ出した。しゃべるのしゃべらないの、朝起きるから夜眠りつくまで、寸時も下の休む暇がない。ものを食べながらも絶えずしゃべっている。食事の時はものを言ってはいけない。 黙って静かに食べるものだ。こう叱ると一応口をつぐむがすぐにまた始める。幼児のことだから別に話題があるわけではない。身の回りのことから家の中、庭の内外、鳥獣、天気星雲家族の動静目につき頭に浮かぶものを次から次と下に乗せるだけである。 父に叱られると母を捕まえて話し、長男に怒鳴られると時系の部屋へ飛んで行く。一日中どこかで彼の声の聞こえないことはないし、どこかでうるさいと叫ぶ声のしない時もない。みんなに追っ払われると使用人をうるさがらせ、彼らが逃げると庭へ行って犬にしゃべるという風だ。おい、夢知らせの意味が、 分かったよ。孫太夫はある時つくづくと妻にこう言ったあいつをよく見ろあれが立ちどころだ2彼は6つ7つとなるに従って図抜けた悪道ぶりを発揮しだした近所の屋敷の子供たちそれも大抵自分より年長の子を集めて チビのくせにガキ大将になって遊ぶ。竹馬とかセミりなどという尋常なものではない。シャキごっこ、かごかきの真似、これがまたすこぶるうまい。犬と猫を一つ桶の中へ入れて噛み合わせたり、よその屋根へ登ってスズメの巣を荒らしたり、左官屋の泥こね、紙みくずかい、魚屋の呼び売り、曝郎、飴屋。こんな調子で、 武家の子らしい遊びはほとんどやらない。これにはまず近所の親たちが仰天して、孫太夫のところへねじ込みに来た。どうもおかしい。家の中で車力や曝露の真似をする。母親を捕まえて、おっかあなどと申す。姉の大事にしている猫を逆さ張り付けにする。そしてむやみやたらに喋る。こんなせがれではなかったがといろいろ調べてみると。 すべてオタクのご三男が教えるのだ。年上のくせに教えられて真似るせがれも愚か者であるが、どうもこう風味が悪くてはしつけにいならん。どうかオタクでもよろしくご訓戒が願いたい。孫太夫は赤面して謝り、目から火の飛ぶほど叱ったり冷めたりする。その時、いかにも神妙にべそをかいて、はい、 はい、とうなずくが、半時も経つと、どこかの屋敷の門へ登って、かき思いでいるというのが実情である。そして、夕げの時、みんなに語るのであった。栗山さんのおじさんはね、お屋根の上をかけるのがずいぶん上手ですよ。顔を真っ赤にして、ほうきを持ってぴょんぴょんかけるんですよ。猫、ね、よか早いですよ、お父さん。 栗山が屋根の上をかける。孫太夫は箸を止めて目を見張った。馬鹿なことを言ってはいけない。あの金言温厚な栗山が、そんな狂人のような真似をするわけがあるか。嘘を言うと地獄へ行って舌を抜かれるぞ。嘘じゃありませんよ。本当に真っ赤な顔をして、宝器を持ってぴょんぴょんかけたんですから。 離れの屋根へ飛び移るとき、袴の裾をどっかへ引っ掛けて、ビリビリってこんなに破いたのも見ましたよ。本当ですから。お前が見ていたって、どこで前の方です。前とはどこの前だ門の前か。いいえ、栗山さんのおじさんの前ですよ。おじさんは棒を追っかけていたんです。う。チビは、 慌てて母の方を見た。お母様このお魚は何ですか鯛ですかとてもおいしいですねぼうはね鯛が大好きださ三郎こっちを見ろ孫太夫は目を向いて怒鳴ったお前というやつは本当になんというその彼は処下帰りべそをかきはい はい、と言われない先にうなずく。いかにも悪うございました。全く残機に耐えませんという表情である。そして食事が終わる頃には、もうケロリとして。ねえお母様、人は人の陰口を言うものじゃないんですね。などと言い出す。村田さんのおじ様はね、某のお父様やお母様の悪口を言ってましたよ。 そんなことを子供が言ってはなりません。だって本当ですもの。上村では両親が雨んみたいに甘いから、あのアクタレがしたい放題のことをするんですって。しょうがないから今度はチビを捕まえて、こっちで折檻してやろうなんて言いましたよ。アクタレだのチビだのって、みんな某のことなんですって。某はただ垣根を、 彼は素早く立ち上がる。ああ、眠くなっちゃった。ぼうもう寝ますよ、お母様。孫だゆうが、小三郎とあめいた時には、彼はもう廊下の向こうを走っていた。こんな場合に限らず、どこで見ても彼は大抵かけていた。もちろん何か悪さをしては追っかけられているのである。いつか母親が、 辻町の角でばったり彼に出会った。ほこりだらけになって汗みずくで、はあはあ肩で息をしている。こんなところで何をしておいでなの。一女は彼の腕を捕まえた。まあまあ、こんなに泥だらけになって。小三郎さん、まるで犬ろのようですよ。坊に口をきいちゃだめだよ、お母様。今追っかけられているんですから。 チビは母親の手を振り離した。知らん顔をしていかなくちゃダメですよそしてイタチのように向こうへはせった一女はびっくりして言われたとおりそ知らぬ顔をして急いで辻をあらぬ方向へ曲がったものであった孫ゆうにも一度同じ経験があるこれは馬場下だったが 下城してくると、竹蔵の脇から彼がまりのように飛び出してきた。これ小三郎、何をしておる孫太夫は彼を引き止めた。またいたずらかこの。ダメだ、お父様。見つかっちゃった。<あ>チビはこう叫んだ。逃げるんですよ。早く。捕まるとお父様もひどい目に遭いますよ。早く、早く。ほーら、もう来ましたよ。 そして、つぶてのように走ってゆく。わけはわからないが、孫太夫も老いし、ちょっと迷ったが、すぐに小三郎とは反対の方へ、てってと大急ぎで逃げ出したのであった。彼が八歳になる頃まで、孫太夫と一女とは、辛抱強く、いたずらとおしゃべりをため直そうと努めた。泣いて諭し、折んし、 頼み、脅した。しかし、すべては、とろうであった。つまるところ、彼は、正真正銘の、立ちどころであって、彼が彼である以上、いかなる手段も、こうがないということに、決着したのである。小三郎が、実際になったとき、隣屋敷の住人が変わって、溝口モンという人が越してきた。 子供が三人あり、上の二人は男でもう大きかったが、一番末に離れて、鶴という六つになる娘がいた。眉と目尻の下がった、顔の丸い、目に愛きょうのある子で、初めて庭境の垣根のところで会ったとき、彼を見るなりニコッと笑いながら、あたし、つーちゃんよ、と言った。彼はじろりと見て肩をすくめ、 鼻を鳴らしながらそばに行った。そして彼女の頭から足の先まで眺め回して、ふんと顔をしかめてみせた。彼女はやはり笑っていた。丸い方の両側にエクボがある。小三郎はそれに強く目を引かれた。女なんか嫌いだよ。彼はそのエクボを横目で見ながら言った。 女なんかみんなお嫁に行っちゃうんだから遊ばないよつーちゃんお嫁に行かないわこう言ってまたにこっと笑った本当よ小三郎はふんと鼻を鳴らしつと手を伸ばして彼女のえくぼを指でついたそれがきつすぎたのかそれとも突然のことで驚いたのか 鶴は怯えたようにわーっと泣き出した。小三郎はいち早く逃げてしまったが、それがきっかけになって、間もなく非常な仲良しになった。鶴はごくおとなしい性質で、彼のすることならどんなことでも喜んで受け入れた。もういたずらをされても泣かないし、長ったらしいおしゃべりも凶かそうに聞いてくれる。 そしてよく「つーちゃん大きくなったら小三郎さんのお嫁さんになるんだわ」というのであったそんな時彼は司祭らしく彼女を眺めてさもやむを得ないというふうに顔をしかめ「ふん <laughs> <laughs> なりたければおなりよ」などと言ったものであった小三郎は17の年までに 三度も養子に行き、三度とも半年足らずで不縁になった。藩の学童でも、公武官でも抜群の成績を上げたのと、植村が千五百国の中老で人望家だったため、かなり諸方から注目されたわけである。はじめは、畑野という家で、これは三月、次は、黒部昭三、三度目は、 大番頭の林修めであった。どうして不縁になったかは、記すまでもないだろうが、一番気の毒だったのは林修めである。彼が養子に行って、六月目に、頭をぐるぐる包帯して、ひどくしょげてやってきた。まことに愛すまぬ次第ですが、助けると思って、 小三郎殿を引き取っていただけまいか。頭を包帯している上に、助けると思ってなどと言うから、孫太夫は驚くよりもむしろ老媒してしまった。一筋縄では床のせがれとお断り申したはずではあるが、一体どのような不始末をいたしたのですか。いやいや、格別のことではござらぬ。 不始末などは決してござらんので、ただ拙者も家内も耳をやられましてな。はじめはガンガン鳴るくらいでしたが、次第に熱を持ち痛み出しまして、医者に見せたところ、なんとやら申す炎症で、このまま置いてはやがてつんぼにもなりかねぬという診断でござった。それが、 小三郎の情絶のためと分かっては、一言もない。すぐに手元へ引き取ったのであるが、これではもはや養子の望みもないと、上村夫妻は顔見合わせて探索した。ところが、この噂を聞いて、里見平左衛門がやってきた。彼はその前年に一人息子を亡くしたので、自分が小三郎をもらおうというのである。 孫太夫は辞退した。この上恥をかくのはまっぴらだからだ。いいや、その心配はない。平座は両親にかけて言った。彼の情絶やいたずらぐらい、わしの目からすれば冗談くらいのものだ。また一度もらい受ける以上、いかなることが起ころうとも、引き取ってくれなどとは申さぬ。これは天地神明に誓ってもいい。 夫婦は相談をした。そして小三郎は里見へ養子に行くことに決まった。これは17歳の秋のことであったが、彼も今度こそ家へは帰らない決心をしたのだろう。去る前に隣の鶴と庭で会った。彼女は13歳になっていたが、相変わらず頬の丸い愛嬌のある目の いつも微笑しているおとなしい子だった。今度は、里見へ養子に行くんだよ。彼は、鶴のえくぼを見ながら言った。あのおじさんは、工場っぱりのおしゃべりで、私を一生叱って暮らすつもりらしい。いい気なものさ。どっちが勝つかは見ていればわかるよ。それでね、つーちゃん。私が家督をするときには、 迎えに来るかにるらね。それまでちゃんと待っていておくれよええ待っていてよ鶴はあどけない目で彼を見たでもそれは随分長いのそんなにも長くはないさ普通なくらいだよおじさんを鳴らしちまうまでだからねきっとだぜ3 両親にかけて明言したにもかかわらず、里見平左衛門は五十日そこそこでへた割った。平座が能弁の死であることは前に紹介した。従来いかなる場合にもその点で引けを取ったことはない。なあに、小三郎ごときの情絶が、こうせせら笑っていたのであるが、いざ一緒に住んでみると、 それが千両の至りだったということに気づいた。まず、親子の関係にしても、平座は里見へ養子に来て、そのまま落ち着いた。すなわち、養父を一人持っただけだが、小三郎は三度も養子に行って戻り、今度で四人目の養父を持つわけであって、その経験と実績の開きは小さくない。しかも小三郎は、 その点をよく心得ているらしく。平座が怒ったりすると、寛容な目でなだめいたわるようにおじを眺める。ええ、よくわかりますよ、おじさん。世の中はままにならないものです。生きるということは大変なものですよ。まあ、お互いに辛抱してやっていきましょう。こんなふうに言うように思えるのであった。 また次に、情絶の点でも、この老いは実に恐るべき敵であった。平座が何か話し始めるとたん、彼はその話の花柱をひっつかみ、自分の方へへし曲げて奪い取る。例えば、平座が馬の話を始めたとしよう。天下に名馬と伝えられるものも多いが。こう話し始めると、小三郎はにやりともせずに、 名馬といえば、今日あの大川のそばで面白いものを見ましたよ。ご家老の松室さんとこには、ハチという犬がいるでしょ子牛くらいもある大きいやつで。いつか松村さんとこへ、狼がリを取りに来たとき、食い殺したことがありますね。足なんかこんなに太くって、頭なんかこれくらいあるでしょうね。柳町をあの犬が通ると、 両側の家じゃ棚のものがガタガタ揺れるんです。バカも休み休み家。犬が通ったくらいで人間の住まいが揺れてたまるか。おじさんは知らないんだ。柳町は埋め立てで地面が柔らかいんですから。私も見たけれど、確かに棚のものが音を立ててましたよ。でも面白いのはそんなことじゃないんです。そのくらいの鉢がですね。 今日はあの大川の筒みのところで、当せんぼに会ったんです。誰が当せんぼしたかっていうと、小野田さんの花なんですよ。知っているでしょう、こんなちっぽけな、猫、ね、の子みたいなチビのメス犬です。あいつが筒みの道の真ん中にちょこんと座ってるんです。こんな顔してちょこんと座ってるだけなんです。ハチは急いでるようでしたよ。 どこそこまで急いで行かなくちゃならない。時間がないので気が気じゃないという風なんです。でも花は動かないんです。知らん顔でそっぽを向いたり、時々はハチの方を見てあくびをしたりする。そしてハチがちょっとでも前へ出ようとすると、ダメよ、キャンって叱りつける。キャンダメよ通っちゃダメよって。するとハチは、さも悲しい困ったというように、花の頭をしかめて、 くーんくーんって鳴くんですよ。とても面白かった。ふ、う、ーん。平座はつい引き込まれる。そうすると、犬でも人間でも男女の関係は同じことなんだな。そう言ってから、今度こそ話題はこっちのものだと手をこすり、お前などはまだわかるまいが。 世の中は何も強いものや利口なものが勝つとは決まっていない。例えて言えば、あの法輪院様のご知性にだな。そうですともおじさん。世の中は強い者勝ちとは決まっちゃいませんよ。宮本武蔵が甲斐の山奥へ行った時ですね。待て待て。俺はそんな剣術使いのことを話してるんじゃない。法輪院様の時に。 法輪院様のことが出たから言うんですよ。あの殿様は大層武術をご奨励なすったのでしょう。宮本武蔵は武芸の達人ですからね。それがなんと、狸に化かされて散々な目にあったんです。おじさん、海の国って知ってますか海の駒氷というところにですね。そして、面々と上絶が続くのである。 平座は我慢して聞く。辛抱強く待っている。話が一区切りつく隙を待ちかねて。いや、その物語も面白いがな。俺の若い時に白山の後ろで石棺を掘り出したことがある。こうやり出す途端に、小三郎はその石棺を踏んだくってしまう。石棺といえばおじさん。和田山から龍の骨が出たのを知っているでしょう。 あの時は浄下中お祭りのような騒ぎでしたね。私は辻町のおじいさんの家へ泊まりに行ってたんですけど、辻町の家の庭の潜水に。平在門は腕組みをして目をつむる。そして悔し紛れにぐーぐーらいびきをかき始めるのであった。平座は自分の相手がいかに強敵であるかを知った。そのおいは、 年齢を超越して、はるかに平座より世古にたけ、敏将で人心の機微に通じ、炎天活脱で、利口で、明朗に狡猾である。いかなる面からしても、平座には歯が立たなかった。大変なやつだ。とんでもないものを背負い込んだ。こう思って保存を噛んだが、武士が一旦宣言した以上、 どうしたって上村へ戻すわけにはいかない。そうかと言って、一緒にいたんではこっちが心神耕弱してしまう。平座は苦し紛れに計略をめぐらし、彼を元服させ、葬儀と名乗らせた上、諸法に奔走して江戸詰めのお役をもらうことに成功した。江戸には秀才がたくさんいる。平座は別れるとき、 公教君を垂れた。今日までのような思いやがったわがままな気持ちでいるとつらい目に遭うぞ。よろしく謙虚謙遜に身を辞して人にへりくだり情絶を慎み。小三郎の宋兵衛は膝へ手を置き神妙に頭を下げていたがやがてスースー空いびきをかき出したのである。 平座はそれを尻目に見ながら、勝利の快感によって、とうとうと教訓を垂れ続けた。四、聡兵は、江戸へ出た。そしてそこに五年いた。この間に彼は、極めて複雑微妙な多くの経験をした。しかし物語の通例として、ここにはごく簡単に紹介しなければならない。 まず島田右近という人物をお引き合わせしよう。これは総兵より四つ年長で、家中随一の美男であり、歳地優れた上に、剣上で、主君田島の守治重の長身と言われている。父親は権兵衛といって、今は隠居しているが、家はずっと足軽組頭であった。 ウコンはその一人息子である。足軽組頭の子が五百国の古生組支配に出世し、なお主君の長親とまで言われるようになったのだから、本来なら悪評も立つところだろうが、人を引きつける美貌と、謙遜で高ぶらない態度と、何よりもさえた頭の良さとで、上からも下からも信頼されていたのである。 宗兵衛は、大田良左衛門という目付役の家に預けられた。そして古生組に上がるとすぐ、このうこんと特に親しくなった。どこに目をつけたのか、うこんの方から彼に近づき、しきりに引き立ててくれたし、いろいろと家中の情勢について教えてくれた。私を兄弟だと思いなさい。 ウコンはそんなふうに言った人の前ではそうもいかないが二人の時は支配などという遠慮はいりませんできるだけのお世話をしますから何かの時は相談をしてください私はこんなことを言われたのは初めてですよ宋兵衛はにやりと笑った国では私は大変評判が悪いんです 五つぐらいの時からあの悪たれと遊ぶなって言われたもんです。私の姿を見るといきなり怒るんですからね。まだ何にもしませんよって言うでしょうするとまだしなくっても今にするつもりだろうって怒鳴るんです。やりきれやしない。子供が泣けばすぐ私のせいです。また上村の悪道かっていうわけです。じゃあ、 兄弟だと思っていいんですね。うーん、本当ですね、それは。本当ですとも。うこんは微笑した。国のご両親へ手紙でそう書いておやりになってもいいですよ。これこれのものが兄弟のように面倒を見てくれるってですね。そうしましょう。そうべいは、ちらとうこんを目尻で見た。ただし、 面倒を見てもらってからですよ。以上の会話は、両者の将来を暗示する重要なものであった。その時、うこんが彼の中に自分の強敵を発見したことは確からしい。そして、いかなる犠牲を払っても味方につけなければならぬと思ったようだ。少し経ってから、うこんは、 家中に二派の対立があり、長年にわたって執拗に勢力争いをしているからその渦中に巻き込まれないようにと教えた派閥の一方はおそば用人の原田全兵衛殿片方は御家老の浪江中斎の一派国元は大体御家老派だし底この寄宿している 大田良左衛門殿も、奈江殿の副審でいらっしゃる、両派の主だった名を挙げると、こう言って右近は、それぞれ七八人ずつ名を告げた。そういうわけですから、これらの人々とは、なるべく深い関わりはしないようになさい。島田さんは、どっちなんです私は、 お神を一人にご奉公するだけです。党派によって勢力を得ようなどとは思わない。そこもとも、ここをよく考えないといけませんよ。五天へ上がって三十日ほど経つと、ようやく午前の務めをするようになった。これもコンの特別な計らいで、普通だと少なくとも一年はかかるのである。 この時もウコンは、根節に、つとめの心得をと聞,き聞かせた。格別、難しいことはないが、殿には憂鬱症の個室があって、やかましいこと、うるさいことが何よりお嫌いです。無言、静粛、謹慎、これが絶対の戒律だから、そのおつもりで。だが、そっと肩を叩たたいて、こう付け加えた。 けれども、万、ま、一ご機嫌を損ずるようなことがあったら、そうを言いなさい。私がどうにでもして、お取りなしをしてあげます。わかりましたね。午前には、彼の他に三人詰めていた。鳴沢兵馬、松井金之助、友田大二郎という。なるほど、うこんの言う通り、彼らは、 無言、静粛、謹慎であった。初めての日は、殿様は書物を読んでいらしたが、三人は、のりづけにしたようにこわばった顔で、木造のようにきちんと炭ざしていた。前の日、お目見えをして、三人にもそれぞれ紹介されている。しばらく黙って座っていたが、口がむずむずし始め、舌がかゆくなってきた。 彼はふと振り返って言った。おい、鳴沢、お前、お国へ行ったことがあるか大きな声である。三人はびっくりとしたが、鳴沢は返事もしないし、こっちを見もしなかった。松井は行ったことがあるかい友田はみんな行ったことはないんだね。それじゃあお城も知らないし、大川も日和山も知らないだろう。 なるさわ馬が、えへんとせきをした。それから、目尻でこっちをぐっとにらんだ。蒼兵衛は、しまったというように、首をすくめながら、素早く上座の方を見た。田島守がこっちを見ていた。春重は51歳で、髪の半分白くなった、肩太りの勘の強そうな老人である。 中でも目に大層威力があって、睨まれると五体がすくむと言われていた。ごめんください、殿様。聡兵衛は春茂の方へこう言った。お邪魔をして悪うございました。みんながお国のことを知らないらしいので、ご奉公しながらご本城の土地を知らなくては心細いだろうと思って、話してやろうと思ったんです。殿様は、 ご存知ですか三人は仰天し、中でも鳴沢兵馬は目を向きながら葬兵衛の膝をつついた。春茂は眉をひそめた。そしてこの恐れ毛もない少年をぐっと睨んだ。知っていたらどうする本当にご存知なんですか彼は疑わしそうにこういった。 ご存知だとすると、私は少し困ることになるんですが、なぜかといえばですね、通り町の加護玄、加護屋の源助の店でも行っているし、曝郎の竹蔵のところでも、その他方々で言っているんですけど、こんなことを言ってもいいでしょうか。殿様はすぐお怒りになりますか怒りっぽいとすると、言わない方がいいと思うんです。 そう思ったら黙れ。春茂は口をへの字なりにした。勤め中は喋るな。蒼兵は黙った。春茂は、なんというやつだ。と口の内でつぶやきながら、再び書物に目を向けた。しばらくすると蒼兵が大きなあくびをした。ああ。 と声を上げ両肘を張って公然とやってのけた3人はまた仰天したが春重は書物を見たまま聞かないふりをしていた宗兵衛は膝をもじもじさせたり手で顔をなでたりしていたがふと何か思い出したというように振り返った「おい鳴沢お前ご家老の組かそれともおそば用人の組か?」 両方は仲が悪いんだってな。ご家老の。あ、いけない。また喋っちゃった。彼は神座の方へお辞儀した。殿様、ごめんください。ついまた口を聞いてしまいましたけれど、お邪魔になりましたでしょうか。春茂は、パタリと書物を閉じ、飛び出しそうな目でこっちを睨んだが、憤然と立ち。 黙ってさっさと奥へ行ってしまった。するとそれを見送っていた鳴沢氷馬が顔を真っ赤にして立ち上がり、おい、里みちょっとお庭まで来い、と言った。友だと松井が左右を塞ぐ。蒼兵衛はニコッと笑って、言われるままに廊下へ出て行った。詰め所の脇から五点の裏庭へ出る。 馬屋を回ってくぬぎ林のところまで来ると、鳴沢が振り返って拳を握った。貴様さっき、おい鳴沢と言ったの。おい鳴沢とは何だ気に触ったら勘弁してくれよ。聡兵衛はニコッと笑った。俺はみんなと靴輪を並べてご奉公するつもりなんだ。午前のご奉公は、 戦場ば馬前と同じだから、みんなとは生死を共にする戦友だと思うんだ。なるさわさんだの、なるさわうじいだのって他人行儀なことを言ってはすまないと思ったんだよ。国じゃあ誰とでもそう呼び合っていたし、そうする方が早く親し,しくもなれるからさ。でも、お前が気に触るなら、黙れこうあめきざ、ま ヒョマはげんこつでいきなり殴りつけた。俺は貴様などにお前と呼ばれる言われはないぞ。力いっぱい殴られて、聡兵衛の頭がぐらりと揺れた。彼は目を見張った。生まれて初めて人に殴られたのである。あっけに取られて大きな目でじっとヒョマを見つめていたが、やがて振り返って松井と友田を見た。 なるさわと俺だけで話したいんだ。すまないが二人はちょっと向こうへ行っていてくれないかすぐ住むからね。二人は氷馬を見た。氷馬がうなずいたので二人は馬屋の方へ去った。聡兵衛は彼らが見えなくなると、くぬぎ林の方へ氷馬を促して行って静かに相対して立った。おい、なるさわ。 彼は低い声でこう言った。お前、その目は見えるのかお前の頭の両側にくっついている耳は聞こえないのかこの土百症、俺の腰には刀があるぞ。玄骨の次は刀か。たわけ者、底抜けのトンチキ、秋めくらで金つんぼで馬鹿とくりゃせはね。 こんなアホがおそばについているから家中が揉めるんだ。やってみろ。はばかりながらこっちはマリシテンの出ちどころだ。そんな青病単の芋虫ムシ野郎とは出来がちがわ。ざまみろ。氷ョは飛びかかった。蒼米は風のように身をかわした。そして二人はクヌギ林の中へ目にも止まらぬ速さで飛び込んでいった。それから、 約三十分、くぬぎ林の向こうの草地に、二人はへたばったまま話をしていた。着物も袴も引き裂けた上に泥まみれである。髪はバラバラだし、どっちも目の周りを紫色に晴らし、額や頭にこぶを出していた。兵馬は土を噛んだと見え、しきりにつばを吐きながら、うん、うん。 とく。宗兵衛はもげた袖を肩へまくり上げまくり上げ話し続けた大人はダメだみんなふやけちゃってる島田右近なんかを有能な人間と思うなんてバカバカしいあいつは骨の髄からのまやかし者だぞ貴様は大変なやつだ にも経たないのに俺が十年見ていたことを見てしまった。その勘が確かなものなら話したいことがある。お前はそういう目をしていたよ、兵馬、ま。蒼兵衛はニコッと笑った。俺は国元でもそう思ったが、江戸へ来てからもそう思った。大人はすっかり腐っている。こいつは、 俺たちが何とかしなくっちゃいけないってさ。そしてお前の顔に同じことが書いてあるのを見つけたんだよ。鳴沢の年はいくつだ貴様より二つ上の十九だ。年だけのことはありそうだ。今夜、お前のところへ行くぞ。五。鳴沢兵馬とどのような相談をしたかはわからないが。 蒼米の情絶は相変わらずであった。田島の神春茂は、好んで書を読む。憂鬱症であるかどうか知らないが、書物を読むこと以外に何事も興味がないらしい。政治にもほとんど無関心で、常には蕎麦用人にも過労にも会うことがなく、必要な場合は、大抵島田右近の取り次ぎで済ませる。そして、 ただ書物を読み暮らしているのである。従って、辞している古生たちは、沈黙粛清を守るのが決まりであったが、聡兵衛は、初めの日以来、その決まりを少しも守らなかった。春茂に睨まれると、恐れ入って謝る。だが、その下の乾かぬうちに、すぐまた始めるのであった。春茂が怒って、出ておれ。 と言うと廊下へ出て行くが、そこでまた一人でおしゃべりをやり出す。人間はどうして大人になるとああボケてしまうんだろう。瀬戸物の卵を蛇が飲むなんて、飲んじまってからびっくりして尻尾の方から石垣の穴へ逆に入るなんて。こんなことを大きな声で言うのである。すると腹の中で卵がこかれて、 しまいに口から転がり出るなんて、うちののおびんずるまでがいい年をして、本気にしているんだから嫌なっちまう。春茂が、えへんと咳をした。警告のつもりである。ところがべ兵は、はいと答えて、ずんずん戻ってくる。そして平気で、こう春茂に問いかけるのであった。殿様。 めんどりに瀬戸物で作った卵を抱かせるのをご存知ですか産んだ卵を取り上げてばかりいると、めんどりが卵を抱かなくなるのですって。それでまがいの卵を抱かせるって言うんです。瀬戸物で作って本当の卵そっくりにできているんです。それをヘビが間違えるって言うんですけれど、ご存知ですか春茂は目を上げてぎろりと睨み、もう一度、 えへん、とせき払いする。だが、そうべいは、けろりとした顔で続けた。ヘビは、本当の卵と間違えて、そいつを飲んじまうんだそうです。飲んじまってから、瀬戸物だということに気がつく。するとヘビは、ずるずる石垣の方へ這っていって、小さな穴を見つけて、尻尾の先からだんだんに入っていくのですって。 そうすれば腹の中の瀬戸物の卵は自然とこき出されて、口からぴょこーんと転げ出す。こんな話を大人がよくするんです。うちののおびんずるも秋山のサルメもそう言いました。実に虫けらなどと申しても、蛇などの知恵にはほとほと感じいる。なんて、おびんずるなんか酒を飲むたびに決まってこの話をするんですけど。 大人って全く理屈のわからない頭の悪いもんだと思います。その話のどこがおかしいのだ春しげがひょいとつり込まれた。よも聞いたことがあるが、どうして無理屈だというのだ。あれ兵衛は目を見張る。殿様も本当にしていらっしゃるんですかへえ、驚いた。 そんなに本を読んでいらっしゃって、馬鹿げた話をお信じなさるんですか。では伺いますけれど、ヘビは卵を探しに来るんでしょうか食べ物を探しに来るんでしょうかあの長い舌でペロペロと触ったとき、本当の卵か瀬戸物かがわからないでしょうかおまけにですね、殿様。ヘビのうろこは頭から尻尾の方へ重なっているんで、 体をしごくような小さな穴へ逆に入れば、うろこが逆にこかれて死んじまいますよ。そんなこともご存じないんでしょうか。口がすぎるぞ、聡兵。黙れ。聡兵は黙る。しかし口の中でかなりはっきりとつぶやく。俺が黙ったって嘘が本当になりゃしない。 人間にはお毒味役やらお味見なんかいるから、騙されて毒を盛られたり、腐ったものを食わされて知らずにいるんだ。蛇には毒味も味見もいない代わりに、偽か本物かをちゃんと見分ける知恵がある。へっ、なっちゃねえや。声が高いからかなりはっきり聞こえた。春茂は怒った。書物をパタリと閉じ、さっと 顔を赤くしながら片膝を立て左手はすぐ脇の刀をつかんでいた本気で切るつもりだったか単に修正から来た動作かわからないがとにかく刀をつかんだことは確かである松井友田鳴沢の3人は青くなったしかし春重は刀から手を離し立ち上がって大股に奥へ去ってしまった お構いになるかと思ったが、その沙汰もなく、むしろそれからは、蒼米の情絶をいくらか進んでお聞きなさるようになったから不思議である。だが蒼米は、ただ御前でおしゃべりをするだけではなかった。暇さえあると、どこへでも出張してしゃべった。どの役部屋へもずんずん入っていく。 体が小柄な上に愛嬌のある顔で、天真らんまんに話しかけられるから、大抵のものがすぐ丸め込まれてしまう。ええ、ついこの間国元から来たんです。いたずらがひどいからって追っ払われてきたんですけど、このうちでもすぐ追っ払われるだろうと思ってるんです。向こうにいる太った人は誰ですかへえ、あれが感情奉行ですってへえ、 全部って何が全部だだって随分太って随分大きいじゃありませんかあれだけすっかり込みで勘定奉行だとするともったいないみたいですねこの勘定奉行には後にげんこつを一つもらったがそのかわりひどくすかれて雪さえすれば茶と菓子を取っておいてくれるようになった。 こんな調子で、大目付へも何度役へも、老職や寄り合いのたまりへも、奉行役所へも馬回りへも、すっかり顔を売ってしまった。至るところの人たちと親しくなり、至るところへ自由に出入りをする。そして、ご殿中、奥を別にして、彼の姿の見えない場所はないというほどになった。島田右近は、 よく彼を処方へ連れて出た。よほど装備を見込んだのだろう。柳橋辺りの規定だの、深川の芸儀だの、新吉原だの、歌舞伎だのという、公然とは行きにくいところへ連れて行く。例の嫌に丁寧な言葉遣いで、世間を知るには、こういう経験が一番です。しかしこれは、二人だけの内緒ですよ。 などと言いながら、そして女たちには、私の弟分だから大切に頼む。こう言って引き合わせた。ウコンはどこでも大変歓迎され大事にされた。よっぽどのいい客なんだろう。自然こっちも女たちがうるさくちやほやする。普通なら大いに照れる年頃だが、そんな場所でも彼は平気の平座であった。 ウコンが女の一人とどこかよその座敷へ行き、彼だけ女たちの中に残されても、例のおしゃべりで大抵彼女らを煙に巻いてしまう。そんな偉そうなませたことをおっしゃったって、さ様はまだ女の肌もご存じないんでしょうバカだね。俺の国は早く嫁をもらうんで有名じゃないか。俺は少し奥手だから遅かったけど。 それでも去年もう結婚して、この夏には子が生まれてるよ。ご用人の原田さん。知ってるだろう。原田全兵さんさ。女たちは黙ってちらと目を見交わす。なんで変な目つけをするんだ俺はみんな知ってるんだよ。ご家老の奈江さんだって来るじゃないか。聡兵の目が素早く女たちの表情を見て取る。 ご用人は重視で結婚したし、浪江の親父も確か15で小持ちになったはずだ。みんな聞いたことはないかいあら嘘だわ。なあ様はお子がなくってご養子だって伺ってますよ。ねえ。だからさ、馬鹿だね。15でもう用紙をもらうほど相根なんじゃないか。平然たるものだ。 島田の兄貴はあんな人間だから、はじめはご家老の大変なお気に入りでね。はじめはあれが養子にもらわれようとしたのさ。ところがちょっとヘマをしたんでね。このごろは原田さんとばかり遊びに来るだろう。あら、嫌だ。今だってなあさまは大変なご信用だわ。はあさまもなあさまも、お二人ともまるで手玉に取られている形よ。ねえ。 シーさんと来たら、すぐ腕だからね。あまり器量の良くない女が口を入れた。この土地だけでも、五人はもう泣かされてるし、今度は駒屋さんでしょ。その上、第一菓子なんぞへは、素人衆の娘さんを連れ込むっていうんだから。ああ、それは愛称とかいう御用達の。バカねえ、お前さんたち。 としまのひとりが慌てて手を振った。そんなにお客様の陰口をべらべら喋るってことがありますか自分に関係のないことは黙っているのよ。<laughs> こんなことは二度や三度ではない。そうべいはその神業ともいうべき下技でずいぶん多くのひめごとをさりげなく聞き出したものであった。過労と容認との対立構想は 田島守の,の無為平居によって近来富に激しくなり、ある点では政治の運用を妨げる状態さえ現れていた。政治を行うべき人間が政治を忘れ、のが権力の拡充に専念するようになっては国は成り立ってゆかない。それは現に藩の財政に現れてきた。私風も大敗に傾いている。 そして国元領民の生活が次第に苦しくなりつつあるのを、聡兵衛はその目でみ耳に聞いてきたのである。おい、面白いぞ、鳴沢。聡兵衛は兵馬の家を訪ねて笑いながら言った。大きな出来物をね、やぶ医者が集まって眺めてるんだ。その患者をどうして自分のものにするか。 死案投げ首でね。出来物を治す方法は知りゃしない。一人が頭を冷やせと言えば、片方は腹へ温弱を当てろという。しかもそう言いながら、温弱を当てもせず冷やしもしないで、ひたすら患者を自分のものにすることばかり考えている。つまらない例え話はたくさんだ。俺も話したいことがあるが、 そっちも何か用があってきたんだろう島田右近を追っ払うんだ。あいつを江戸から追い出せば後の始末が楽になる。あいつにとっても誘惑の多い江戸より田舎の方が身のためさ。それとヤブいしゃと何の関係があるんだお前の口とその不格好な鼻とは関係がないか聡兵は もう立ち上がっていた。のんびりしたことを言うなよ、ヒョウマ。お前、二た歳になってからだいぶ大人のぐどんが出始めたぞ。貴様も十八になって口が悪くなった。俺が言いたいのはこうだ。ウコンがもし、ヤブイシどもと重要な関係があるとしたら、俺が国詰めにならない前に追い出してもらいたい。 お前が国詰めになるって聡兵衛はまた座った貴様がいつか午前で言ったろうご奉公をするのにおに元のことを知らなくて不便ではないかってあれがコンから年寄りたちに聞こえて今年から5人ずつ選ばれて国詰めをすることになったんだ6 選ばれたのは誰と誰だそして国には何年いるんだ五章組では俺と松井、馬回りから林大輔、書院番から石川中也と村上唐五郎という顔ぶれで、いつか話した通り、うこんに睨まれているものばかりだ。任期は三年と聞いている。ふうん。蒼米は珍しく眉をひそめた。 やっぱり、ウコンの方が賢いな。あいつは馬鹿じゃない。ふん。仕方がない。国へ行くんだよ、ひょうま。いい経験になるぜ。それで後をどうするんだ俺たち五人行っちまったら、もう誰もいやしないぜ。出来物の石灰ぐらい、俺一人でたくさんだ。どうせウコンのやつは国へ追っ払うが、 あっちへ行ってからも決して油断はならない。そこをお前に頼もうじゃないか。こっちは引き受けたよ。二月になると、鳴沢氷馬はじめ五人の者は国元へ立っていった。それより少し前に、田島守の医師で、宗兵は昌平坂学問所へ入学し、また、野牛の道場へ入門した。それで、 午前勤めは三日に一度ずつとなったが、春茂の彼に対する態度は、目立って親しさを増していった。学問所や道場の友人には気をつけぬといかんぞ。春茂はある時こう言った。江戸にはいろいろと風味の悪いところがあって、うっかり染まると身をあやまることになる。人に誘われても、 さような場所へは決して行ってはならぬ。そんなところへ誘う者はまだいません。聡兵衛は明朗な目つきで答える。けれども内緒でならもう随分たびたび行ったことがあります。内緒ならと一体どういう意味だ誰にも言ってはいけないんです。島田さんがそう念を押しました。 これは俺とお前だけの内緒なんだ。誰にも言ってはいけないぞって言いました。そして、柳橋の茶屋だの、深川の芸妓だの、新吉原の遊女だの、いろいろと案内してくれたんです。殿様もご存知ですか春茂は目を見張った。葬儀の平気な顔と話の内容の意外さとに戸惑いをした感じである。 だが、聡兵衛は、そ知らぬ体で、ペラペラと喋り続けた。深川では、お花屋というのへよく行きました。島田さんが大事にされることは大変なものです。女たちの話では、もう5人も泣かせていて、今度は駒屋という女が泣かされる番だって言ってました。島田さんは凄腕だから、泣かされると承知で、みんな迷うんだって話していました。 宋兵衛はニコッと笑う。それからこれも内緒ですけど、新吉原の仲間次郎といううちに大宋島田さんにおっこちの女があるそうです。おっこちとは熱々のことだって言いますが、私はわけは知りません。その女は勤めの身だけど島田さんのためならどんな盾引きもしてくれて、おまはんのためなら、 命もいりいせんよ。捨てなさんしたら、化けてでえすによ。なんて言って、塩豆を食うそうです。でもこれは、みんな内緒だそうですから。春茂は、ぐっと目を怒らせた。それはみんな、その方がうこんと一緒に行って見聞きしたことか。ええそうです。 島田さんは私にもっと面白いところを案内してやると約束してくれました。その代わり、お互い兄弟同様にして、良いことも悪いことも助け合って行こうというわけですけれど、でもこれも内緒だそうですから。春茂は、やめろと言って座を立った。そして、葬儀を上からじっと眺めていた。彼の情絶が、 虚心のものであるか、それとも何か含んでいるかを見極めるように。それから低い声でこう言った。うこんは内緒だと申したのだな。人に話しては困ると申したのだな。そうです。そう言って、幾度も念を押しました。それならどうして喋るのだ。内緒だと口止めをされたら。 どんなことがあろうとも黙っているのが武士の足しなみではないか。はあ、そうでしょうか。聡兵は、懸そうに春茂を見上げた。でも、殿様。私をそういう場所へ連れて行ったり、そんな話をしてくれたのは、島田さんですけど。さればこそ、内密だと念を押したのであろうが。 そうなんです。はあ。聡兵は、なお、けげんそうに春茂を見た。ですから、私が話したって、かまわないと思うんですけど、妙なことを申すな。だからかまわないとはどういうわけだ。だって、殿様、人には黙っていろ、内緒だぞっていう島田さん当人でさえ、内緒にしておけないくらいなんですから。 そのくらい面白いんですから、別に迷惑も何にもしない私が喋りたくなるのは当たり前じゃないでしょうか。そして、明朗な目つきでニコッと笑った。春茂は口を開いた。真っ向から表を叩かれたような顔つきである。何か言おうとして、き、というような音声を二度ばかり漏らしたが、 そのままきびすを返して奥へ去ってしまった10日ばかり経って島田右近は国詰めを命ぜられた春重がいろいろ調べた結果聡兵衛の話が事実でありなお不始末の数々が現れたもののようであった春重が右近を呼び人払いをして激しく叱咤するのを 双米は陰にいて聞いた。それはいつも沈鬱な春げに似合わない激しい火のような調子であった。人の信頼を裏切るのは人間として最も老烈なことだぞ。とか、恥じて死なぬか。とか、黙れまだ言い逃れを申すか。などというのが聞こえた。 ウコンはやがて泣き出したらしい。そして哀愁に長々と懺悔をする様子だった。面々たる愛情とすすり泣きの声が、葬儀でさえ哀れを催すほど長々と続いた。春茂は怒りの声を和らげた。国へ行け。一度だけ機会を与えてやる。やり直してみろ。 ここういういのが聞こえた。そしてコンはまた激しく泣いたのである島田右近が国詰めになったことは江戸屋敷のあらゆる人々を驚かせた春重は別に不始末の罪を挙げはしなかったいな国詰めではあるが町奉行という職を命じたのでむしろ栄転でさえあったのだが それでも、そば用人以上の実験を持っていた位置と比べるもののない訓長から話された事実は、明らかに失脚であることを追えなかった。主君側近の情勢が変わったのである。あれほど蝶の厚かったコンが追われた。彼に変わるのは何者であろう。すべての人々の注意がそこに集まったのである。 浪江仲裁も原田全米も、この折とばかり主君に近づこうとした。しかし春茂は、定日にほんの形式だけ政務を見るだけで、誰をも寄せ付けようとしなかった。国へやられた鳴沢と松井の代わりに、二人の故障が挙げられたが、最もそば近く使えるのは、葬儀一人である。そしてこの頃では、 平居することが少なくなり、的場へ出て弓を引いたり、晩たび馬を攻めたりする。そして、蒼兵衛を連れて、朝に夕に、奥庭を歩くようになった。蒼兵衛のおしゃべりは相変わらずであるが、どうやら今はそれが面白いらしく、一方では叱りながら、時には声を出して笑うこともめずらしくなくなった。 家中の人々は、この変わり方に驚くとともに、それが蒼米のためであり、右近に変わる者が彼だということを明らかに認めた。主君の蝶は蒼米に移った。原田全米も、浪江中斎もそう見て取り、すぐさま蒼米の抱き込みにかかった。蒼米は、どちらの招きにも応じ、 どちらとも親しくなった。しばしば会いとく語ってみると、年に似合わぬ兵衛の才地がわかる。仲裁は、こいつ大した人間だ、と舌を巻き、全米は、これこそ味方の忠石になる、と惚れ込んだ。両者は互いに彼を腹心の人間にしようと努め、いずれも自破の秘密や策動を打ち明け、 また参画させた。お家を万代の屋敷に置くには、暗具におわす弥太郎君を拝し、ご次男ながら衛星の死ある亀之助君を生死に立てねばならぬ。浪江仲裁はこう言った。折りあるごとに、その胸を殿へ根性してもらいたい。 ご家老一派は、ご次男を生死に治そうとするようだが、これは純脈にもとる大役である。原田全兵はこう行きまいた。いかにもろ太郎君は、いささかお知恵が鈍く終わすようであるが、その代わり、ご創建で、ご子孫ご繁栄には申し分がない。また、藩には失政職があるから。 主君はむしろ暗愚の方の方が無事である。これを突き詰めると、中斎は亀之助、原田派は野太郎。おのおの擁立する精子によって、おのが県政を張ろうとしているのである。そして、各自の統制を拡充するために、しのぎを削って買収し、終戦し、老落に努めているわけだ。聡兵は、 両派の内情や作望、飛躍に詳しく通ずるようになると、巧みに気をつかんで活動し始めた。と言っても、別に大したことではない。ただ片方の秘密を片方へ喋るだけである。原田さんは柳橋に何とかいう女の人を囲っておくうちがあるそうですね。彼は原田全兵に向かってこう言う。 その女の人は、おキャンで面白いんですってね。浪江さんの方で少しお金をやって何したら、その柳橋の人は原田さんのことをベラベラすっかり話してくれたって言っていますよ。ご存知ですか何でも深川の方のことまで分かっちまったらしいですよ。また、浪江仲裁に向かってもこう語る。岸本孫太夫という人がいますね。 あの人は大層賢いですね。ご家老にも引き立ててもらってるし、原田さんにも特別悲劇にされているらしいんです。ご家老はあの人に何か書いたものをお預けになったでしょあの人はすぐにその写しをこしらえて、原田さんとこへ持って行って、そしてかなりたくさんお礼をもらったそうですよ。こんな風に始めたのである。明朗な顔をして、 明けすけにズバズバと喋る。どんな重大な秘密でもお構いなしだ。こっちのことをあっちへ、あっちのことをこっちへ。これは明らかに不審であり、裏切りであり、内通であって、しかも必ず暴露すべき性質のものである。さよう。やがてすべてのあからさまになる時が来た。城中の黒書院で、 原田全米と浪江中斎とが正面衝突をしたのである。七。原因はごく些細なことであった。喧嘩とか戦争などというものは必ず些細なことから始まる。中斎が老人だけに傘にかかって言い募り、全米がこれに応じた。 綿に包んだ針のような言葉が釘となり槍となり火を発してついに互いの密謀的発に及んだお手前がそれを言うならわしも妄想中斎は鼻の頭に汗をかき出した綺麗な顔をして洒落たことを言われるがお手前は屋敷の外にい敷女を囲い しばしばととうと密会して、あらぬ匠を巡らせておるではないか。はっはっは。全米は青くなった。人のことを暴く前に、ご自分の乱行をお隠しなされたらようござろう。深川櫓下などの茶屋へ出入りをし、若い芸儀にうつつを抜かしておられるは、何人でござろうか。 わしが一度や二度、何したからと言ってなんだ。そこもとは、岸本孫太夫などを手先に使って、おかっぴきかなんぞのように人の懐を探り、陰謀の種にしようとしたではないか。岸本を手先に使ったのは、ご家老でござろう。キャツめ、ぬけぬけと味方が押して、あることないことそちらへ通報して参った。 拙者が手先に使ったなどとは、真っ赤な嘘でござる。また陰謀の何のと申されるが、ご家老こそ、一味を語らい、ご静着を拝して、ご自慢を直したてまつろうなどと。なに、なに、誰がさような根もなきことを。これが根もなきことなら、拙者に対するご家老のお言葉は、全くの虚言でござる。 バカなことを申せ。こっちにはちゃんと証人がおる。証人ならこっちにもおりますぞ。ひとつその人間に合わせていただきますかな。何でもない。すぐにここへ呼んでみせる。しかし、お手前の証人も呼ぶことができるだろうな。ぞうさもござらぬ。これ。全米が。 振り返って人を呼ぶと、はいと答えて、里見聡兵衛が出てきた。これまでのモンを聞いていたのだろう。しかし少しも恐れる様子がなく、ニコニコしながら入ってきて、二人の中間へ座った。これそうべ、これそうべ。中斎と全べが同時に言った。 そしてびっくりして互いに顔を見合わせ、すぐに振り返って、また一緒に、その方、拙者に申したことを、と同音に言いかけ、またびっくりし、次に怒って、お黙りなされ、これは拙者の証でござる。黙らっしゃい、これはわしの証人じゃ。互いに叫んで、それから、あっ 俺も同音に声を上げた。二人はようやく了解したのであるどっちにとっても蒼米が証人であったすなわち蒼米によって互いに互いの秘密や作望を知ったのだということをええそうなんです蒼米はニコニコと二人の顔を眺めたみんな本当ですよ ご家老に申し上げたことも、ご用人に申し上げたことも本当です。私はちゃんと承認になりますよ。二人の驚愕はどんなだったろう。仲裁も全米もあぜんとして目を向き、棒を飲んだように沿った。それから劣化のようにふんぬに襲われ、この知れものと脇差しの塚に手をかけて立ち上がった。その刹那である。 上段のふすまが開いて、田島の神春茂がつかつかと現れ、両人ども、待とうぞと鋭い声で叱ったした。二人は雷にでも打たれたようにそこへ平伏した。田島の神は上段の端まで来て、これまでになく歯切れの良い口調でこう言った。ここでの指示は皆聞いた。 ただし、両人の肘については何も覚えてはおらぬ。ただ、その肘を、宗兵衛がその方ども両人に通じたこと、それを怒ってその方どもが彼を成敗しようとしたことはけしからんぞ。ろうと容人は肩で息をしていた。なぜとならばだ、その方どもは他人に知られてならぬ肘を、 その報道も自ら聡兵に話したではないか。意地を知られては迷惑するその報道も自身でさえ彼に明かしたとすれば、何の利害もない聡兵がそれを耐え語るのは当然ではないか。春茂はこう言って聡兵を見、どうだというように唇を歪めてみせた。聡兵をせむるなら、 まず彼に肘を明かした己自らを責めるがよい。どうだ、両人。仲裁、全米。これでも双米に罪ありと思うか双米の説をそのまま流用して、見事に二人の頭を押さえた。仲裁も全米も返答なし。ただ、恐れ入って平服するのみだった。かくて、 事態は意外な方へ旋回した。気がついてみると、容認派は過労派のあらゆる秘密作望を知っているし、過労派は容認派の謀略秘策の詳細を知った。各派は大社の骨髄まで知ると同時に、自らの骨髄をも大社にさらけ出している。つまり両派はお互いにとって、 ガラス瓶のごとく透明であり赤裸々であるということはもはやいかなる秘密も謀略も存在しないということであった税源無用両派は互いに了解し和睦し提携したそれが互いに身の安全を保つ唯一の方法ではあったがとにかく長い角質はここに 終止符を打ったのである。槍で戦国ということはあるが、その方は舌で戦国取るやつだ。春茂はこう言って聡兵衛を睨んだ。前代未聞の情絶だ。しかし気をつけるがいい。舌は災いのもとということもある。図に乗ってはならんぞ。 宗兵衛は二十二の年に国元へ帰った。田島守春茂が次男亀之助に家を譲り、隠居の上帰国するのに故障したのである。春茂は世を譲るとき、彼を亀之助につけるつもりでいたが、隠居する身の心細さと、もう二三年は手元で仕込みたいと思ったのとで、 そのまま国へ連れ帰ったのであった。五年ぶりの帰国である。背丈も五尺七寸を越し、筋骨もたくましくなり、僧帽も堂々としてきた。待っていた平左衛門夫婦の喜びは言うまでもない。殿の蝶も厚く、家中の辛抱も大きいということは聞いていた。 おまけに見違えるほど尾ひれのついた成人ぶりだから平左衛門などは目尻を下げてつに行ったそしてこれならもうあの癖も治ったろうこう思ったのであるがどういたしましてまず風呂へ入れたが風呂の中からもうおしゃべりを始めた江戸というところはねおばさんいや母上聞こえますか 江戸というところは、家だらけ、橋だらけですよ。はじめのうちはびっくりしましたね。どっちを見ても家だらけだし、どっちへ行っても橋にぶつかるんです。それがみんな人間が住んでるんですからね。えいや、橋に人間は住みはしません。家ですよ。そして、お信じになれないかもしれませんが、その上を一日中人や馬やかごや車がひっ きりなしに通ります。え、いや、もちろん家じゃありません。家の上を馬や人間は通れやしません。橋ですよ。橋の上の話です。風呂を出てから話せ。平座がついにたまりかねて怒鳴る。隣近所へつつ抜けではないか。子供ではあるまいし、少し静かにしろ。やあ、おじさん。じゃない。 父上も聞いていらっしったんですか。今言ったのは本当なんですよその次に驚いたのは犬です今度は前より声が高い「伊勢やなりに犬のくそというくらいで町を一丁歩くうちに10匹や20匹犬のいないことはちっとも治ってはいくさらん」平座は鼻嵐を吹きながら舌打ちをした 治るどころか、むしろ磨きをかけてく腐った。なんという。そして、庭へと逃げ出していった。庭へ出ては行ったが、伊勢や稲荷だの、創造しい橋だの、魚がしいあっちゃばの売り声だのが、きいきいがやがやわあわあとわめき通しにわめくので、平座は両手で耳を押さえ、目を剥き出して空をねめ上げた。 そして、ああ、俺は間違っていた、と絶望的に自分を責めた。いつか林修磨のやつが耳へ包帯をしたのは嘘じゃなかった。今こそ思い知った。俺もやがてはこの頭へ包帯をしなければならなくなるだろう、と。食事が済んだら上村へ行ってきたいんですが。 べ兵は茶をすすりながらそう言った。少し頼みたいことがあるもんですから。ああ、いいとも。平座は玄関にうなずいた。久方ぶりだ。向こうが迷惑でなかったら、しばらく泊まってきてもいいぞ。そんなわがままなことはいたしません。すぐに帰ってきます。しかしそれについて、その、ちょっとご相談があるんですが。 彼はにっこりと笑って、両親の顔を見た。こんなことを自分の口から言うのは、実は少々なんですけれども、しかしそうかと言って、私も来年は二十三になりますし、里見家の後取り出ししますので、すなわち、わかりましたよ、もう。養母が誘われるように笑い出した。あなた、 お嫁が欲ししいのでしょ。はっきりお言いなさいなそうなのでしょいやどうも宗兵衛は手を頭へやったやっぱり母親は小心を知ると世間で言うとおりですねでもよくお分かりになりましたね母上つまらぬおべんちゃらを申すな兵座が舌打ちをした それくらい申せば、馬鹿にでも察しはつく。余計なことは置いて、欲しいなら欲しいというがよい。こっちにも心当たりがないことはないのだから。それがその、あれです。聡兵はにっこり笑った。こう言ってはなんですが、実は父上はご存じかと思うのですが、あれです。上村の、 その上村の隣に溝口モンドという家がありますね。あそこに鶴という娘がいるんですが。平座夫婦は急に口をつぐみ、互いにちらと目を見交わした。何かよしありげな目つきである。それから平座は突然ゲラゲラ笑い出し、勝ち誇ったように上からこう、葬儀を見下ろした。 いや、どうも、天地自然というものは怖いものだな。因が王法、楽あれば曇り、猿も木から落ちる、河童の川流れ。いや、はや、出る杭は打たれる後の癌が,が先か。はっ、はっ、だめだよ。お気の毒だが、そいつはおあいにくだ。何がそんなにおかしいんですか誰が楽あれば曇りなんです お前は、お山の大将だと思っていた。人をおちゃらかし、世間を甘く見てきた。賢いのは自分一人で、他の者はみんな馬鹿かお人よしだと考えていた。はは、ところが、因果は車井戸の鶴瓶であり、下腹はつるんだ蛇のごとくであり、明暗は、平座は今や上絶を自分のものにした。 彼はと特くと,くとして覇者のように語る。頭の引き出しからとっておきの語彙を洗いざらいぶちまけ、それに塩や胡椒や唐辛子で味をつけながら喋りに喋った。そして最後にとどめを刺すようにこう言った。これを要するにだ。溝口の娘は諦めろ。いいか、あの娘はいかん。 気の毒だが、絶対にダメだよ。八。どうしてですか、父上。聡兵衛は珍しく座り直した。あの人に何か変わったことでもあったのですかあの娘はいい。うん。いざは金銭と語る。実に可愛い器量よしだ。 ぽっちゃりと柔らかそうな体つきでいつもニコニコかわいい顔で笑うと両方のほっぺたにえくぼができてはにかみやで温順でしかもなかなか色っぽくてなへっへっへあんな娘はちょいと世間にはいないって俺が若ければ戦国を投げ出しても欲しいところさ若いお前がやきもきするのは当たり前だ その気持ちは誠によくわかる。全く同情に耐えない。が、諦めろ。あれはもう嫁入り先が決まったよ。嫁入り先が今度こそ聡兵は青くなった。まさか、まさかそんなことが。信じたくないだろうな。うん。 その気持ちはわかるて。だがお気の毒なことに事実さ。相手はお前の親友で義兄弟の約束さえしたという人物だ。これから上村へ行ったら聞いてみるがいい。そうすればはっきりわかるよ。私の親友で義兄弟そんな人間は知りません。私にはそんな約束をした者はいませんよ。 だって当人がちゃんと俺にそう言ったのだし、将来お前にとってもためになる人物だぞ。俺はその人物に惚れて溝口への橋渡しをし、また中央堂の役も買って出たのだ。あなたが中央堂聡兵衛はげに情けない顔をしたが、しかし、覚えはありませんよ。 はい、それは、何という人間ですか。四年前に江戸から赴任してきた町奉行、島田右近だ。これでも知らぬか。ち、ま、だ。これは驚きである。驚き中の最大の驚きだろう。聡兵衛の目が、くっと大きく光った。しかしそれは、 次第に細くなり、下を向き、膝の上で両手の指がだらりと伸びた。それからやがて、彼はニコッと笑ったが、それは、べそをかくような悲しげにゆがんだものであった。母上、私は疲れが出ました。彼は、養母に向かって元気にこう言った。なんだか、 体中の筋がたるんじまったようです。今夜はもう、上村へ行くのはやめて、寝かせていただきますよ。まあ、そう言うな。平座は、ますますいい機嫌である。もっと江戸の話を聞こうではないか。橋が何千何百あるとか言ったの。あなた。西女が目まぜをしながらそうたしなめた。 もうほどに遊ばせこの子は長旅で疲れているのですからそうさんいいからもうお休みなさい支度はできていますよあくる日宗兵衛は上村を訪ねた父はすでに隠居して兄の伊之助が家督をし妻との間にもう三つになる子までできていた彼は兄から 鶴と島田右近とが婚約したという事実を聞いた。それから昼食をちそうになって帰る途中、堀端の熊長屋にいる鳴沢兵馬を訪ねた。よ立派になったな。兵馬は大きな声を上げた。帰ったというから今夜あたり訪ねようかと思ってたんだ。散らかしているが、まあ上がれ。 二三日うちに江戸へ帰るんでね。江戸へ帰るって本当かい任期が終わったのさ。入れ替わりだね。荷造りで散らかっている部屋へ通り、しばらくその後の話が取り交わされた。家老と容人との紛争の解決、家督のことなど、それから島田右近の件に及ぶと、 兵馬は苦い顔をして舌打ちをした。あいつは大変な野郎だ。あの生っ白いヘチマズラと嫌やに優やしい猫なで声で、こっちへ来るなりたちまち人気を集めっちまいやがった。何しろ足軽にまで愛想笑いをして、いいおしめりですね、なんてこと言いやがる。兵馬は自分で言っておいて身震いをした。 老人たちには茶の湯だの書が骨董でおべっかを使う。若い連中は順繰りに花町へおびき出してご馳走攻めだ。不思議なことにいくらでも金が続くらしい。どこかに不正なことがあると睨んでるんだが、あの狐め絶対に尻尾を出しやがらねえ。そしてとうとう、 溝口老食の家の評判娘を手に入れてしまいやがったよ「因果は車井戸の鶴瓶縄か」そうべいはため息をついた「俺も江戸へ引っ越したくなったよ」家へ帰ったそうべいは沈んだような顔をしてそのまま部屋へこもってしまった。 暮れ方、島田右近から使いがあって、この物が案内するからすぐ来るように、久方ぶりでゆっくり話したいから、という手紙だったが、疲れているからと断ってやった。夕げの時も顔色が冴えず、いつものおしゃべりとは人が違ったように、黙って箸を動かすばかりだった。さあ、閉めた。 いよいよこっちの喋る番が来たぞ。平左衛門は嬉しさにぞく,ぞくとなり、食事が終わるのを待ちかねて喋り出した。聡兵はおとなしく聞いていた。もはや邪魔もせず、話の横取りもしない。全く別人のような素直さで、はあ、はあ、と傾聴しているのである。平左はすっかり気を良くし、 わが世の春とばかりまくしたてた。そして二時あまりもしゃべりにしゃべり、妻に促されて心情へ入ったときは、満足と気鬱のためにお決まりの寝酒さえ忘れ、手足を伸ばしてぐっすりと眠ることができた。兵馬たちが江戸へ去ってから三日目に、異ろうのいとまが終わって初めて登場した。 春茂の隠居所は、城中三の車にあり、途上と言っても、その隠居所へ詰めるわけである。自震は十五人、荘兵衛は五軒脇と言って、常にそば近く使えることになっていた。どうかしたか。顔色が悪いではないか。春茂は荘兵衛をいぶかしげに見た。 まだ疲れが治らぬなら出るには及ばないぞ。い,いえ、さようなことはございません。隠居の相手だ。気をつめることはないぞ。聡兵衛はべそをかくように微笑した。御殿にいる間も家へ帰ってからも彼の心は塞がれ、思いは暗く悲しかった。 幼い日の鶴と遊んだ思い出が目に浮かぶ、初めてえくぼをつついて泣かせたこと、大きい目でこっちを見上げながら、髪を揺すって、こくりとうなずいた顔、そして、つーちゃん、小三郎さんのお嫁さんになるんだわ、といったあどけない声など、あの言葉は、幼いものの根もないものだったろうか。 待っていていくれるかお待ちします」という約束は忘れてしまったのだろうか「一度会いたい」「会って鶴の気持ちを聞いてみたい」彼はこう思って会う方法をいろいろ思案したが到底いけないことはわかりきっている「木から落ちた猿水に流されたカップ さすがの悪たれがすっかりしょげて、どうやら浮世をはかなむという低たらくである。平座は十日余り天下様であった。聡兵衛を失火にくみしき、あるいは鼻面をとらえて引き回す感じで、しゃべり上げしゃべり下げ、しゃべり続けしゃべりついだ。がある日突然つまらなくなった。 宋兵衛がおとなしく、はあはあとうなずくだけで、逃げもせず逆らいもせず、もちろん話の横取りもせず、黙って辛抱強く聞いているのを見ると、自分の話がだんだんつまらなくなり、ばかげてきた。まるっきり面白くないのである。それでも我慢して舌を動かしていると、今度はあくびばかり出て眠くなるのである。 どうしてそう黙っているんだやがて平座はそう言い出した。たまには立ちどころを出したらどうだ。まるで舌がしびれでもしたようではないか。まあ、父上がお続けください。こうして聞いていると少しは気が紛れますから。人を馬鹿にするな。話しかではあるまいし。 お前の気晴らしにされてたまるものか。俺はもう寝るぞ。聡兵衛は島田右近についてもかなり多くの人の票を聞いた。兵馬の言った通り圧倒的に好評である。町奉行役所はもちろんどこへ行っても大変な人気でやがては老職という噂さえ高かった。 大変な野郎だ。兵馬の言葉をそのまま、宗兵衛も舌を巻くより仕方がなかったのである。とすると、こっちはとりも直さず、敗軍の卒だ。あって得意な顔を見るには忍びない。コンからはその後もしばしば迎えを受けたが、後実を設けて一度も行かなかったし、途上下嬢にも、 できるだけ注意をした。こうして季節は晩秋10月となった9 10月に入ってから急に気候が崩れて冷たいしぐれの日が45日続いたその雨が上がるとめっきり寒くなり野山の木々はみるみる裸になっていた 部屋へ初めて火よけを入れた夜のことである。荘兵衛が寝間へ入ると間もなく、庭木戸の外で人の走り回る音が聞こえ、木戸を叩く音がした。何事です。荘兵衛が縁側へ出て行って叫んだ。ハローをした罪人が逃げ込んだのです。木戸の外でこう言った。 お庭内へ入った模様ですから、ご用心願います。はろうと聞いて、蒼兵は寝前刀を取りに戻った。兵左衛門が菓子に火を命じた。蒼兵は刀を持って庭へ降り、木戸を開けた。お騒がせします。ごめん。こう言いながら五六人の役人が入ってきた。そこへ兵座が、 歌詞たちに高張りや馬乗り上鎮を持たせて出てき、すぐさま丁寧を探し回った。波浪したというのは、どんな罪人だ島田殿の屋敷へ忍び込んだ盗賊で、獄門の松蔵という悪人です。長老という大裁きで、今年の春から不条谷の牢へ入れられていたのを今宵一刻ほど前に波浪して逃げたものです。 島田殿というのは、聞いていた蒼兵衛が脇からこう口を挟んだ。町奉行の島田さんかそうです。島田右近殿です。庭をくまなく探したが、人もいず潜入した形跡もなかった。役人たちが去ってから、宗兵衛はその事件のことを平左衛門に聞いた。養父は。 そんなことを聞いたようにも思うが、というだけで詳しい事実は知らなかった。何か影にあるな。聡兵はこう考えた。それはコンに対する反感から来たものかもしれない。しかし単に盗みの目的で町奉行の屋敷へ入る奴があるだろうか。そして単に盗みのために入ったとすれば、 長老で不条谷へ押し込めるというのは過酷である不条谷の老は城北の山中にあり極めて重罪の者のを収容する老舎であって彼が覚えている限りではそこに罪人の入れられたという話を聞いたことがなかった確かに何かある調べてやろう蒼米は 吹けるまでその方法を考え続けていた。翌日、彼は町奉行役所へ行き、島田うこんに会った。うこんは出役の身支度で出かけようとするところだったが、彼を見ると愛想よく笑いながら生じ入れた。いやあ、しばらくです。何度も使いをやったのに、来てくれませんでしたね。元気ですか。 出かけるんでしょそうべいも笑い返した。実は、相関様の申し付けで、長所記録を見せてもらいに来たんですが。長所をね、何になさるんですご隠居の暇つぶしでしょうな。面白いのがあったら筆者してこいという仰せなんです。では、係へそう言いましょう。 私は下級のようで出かけなければなりませんから。牢破りの罪人の件ですね。聡兵はじっと相手の目を見た。まだ捕まらないんですかいや、今日中には捕まえますよ。国越えをしていないことは確かで、市中に隠れているらしいですから。では、こっちへ来てください。 聡兵衛を記録型へ案内しておいて、右近は心せかしげに出て行った。聡兵衛は係の役人に頼んで裁判記録を出してもらい、さも筆者をするような形を見せながら調べていった。この春に受浪したというのを頼りに、その前後を食ってみたが、それと思わしい記録は見当たらなかった。 約半年前まで遡ってみたがやはりないそうかうこめ抜いたな蒼兵衛はそう直感した口がきつめ印の方を出してもらい丹念に見ていくとやがて獄門の松蔵というのが出てきたこれは罪人の告白を記録型が書き それに当人が爪印をしたものである。読んでみると、松蔵は江戸生まれで十五の年から諸国を流れ歩き、盗みや障害で前後5回も受狼したことがある。仲間内では獄門という異名を取り、3年前にこの土地へ来た。栄町で表向きは両替店を出し、 ひそかに盗みを働いていたそして島だけへ忍び込んだところを捉らえられた荒まし以上のような内容でごくありふれたしかもいかにもありそうなことである俺の思い過ごしかな聡兵衛は少しばかり気落ちのした感じで間もなく奉行役所を出た 城下町は常になく緊張した雰囲気で辻辻には町奉行手付の者が警戒に立っている足軽組からも駆り出されたと見え棒を持ったのが二人三人ずつ組になって回っているのが見えたしかし調書記録を抜いたのはなぜだ口書き詰め印があって 記録がないというのはおかしいじゃないか夕げのあとでも未練がましくそんなことを思い巡らしてみた日暮れ型からまた雨が降りだしひどく気温が下がって日よけを抱えてもぞくぞくするほど寒くなっていた宗兵衛はぼんやり炭火を見ていたが「ウコンに会ってやろうか」 とつぶやいた自分の声で、はっと目を上げ、そうだ、と言って立ち上がった。喋り欲が出てきたのである。お喋りの罠へ引っ掛けて、当人の口から泥を吐かせてやろう。何のウコンくらい。こう思って、にやっと笑い、ちょっと友達のところへと断って家を出た。ウコンの屋敷は、 大手筋三番町にある。表を言っては遠いので、柳町の裏から竹倉の方へ抜けて行った。何しろその辺は、彼が昔暴れ回った古戦場で、どこのどの路地であろうと目をつぶっても歩いて行ける。そうだ、うこんの野郎。傘になる雨の音を聞きながら、彼はこうつぶやく。 牢破りの罪人を俺が捕まえたと言ってやろう。この手なら間違いなく引っかかるぞ。そしてもうそこが竹倉になるという工事へ入ったとき、右手の板塀を越えて突然一人の男が道の上へ飛び降りてきた。全く不意のことで、聡兵衛も、あっと言ったが、相手はもっと驚いたらしく、逆上した様子で、 何かわめきながらだっと飛びかかってきた。危うく体をかわしたが、のめってゆく手に刀がぎらっと光った。こいつ、そうべいは傘を投げた。波浪人ということがピンと頭へ来たのである。傘を投げるなり刀を抜き、つっと相手を平際へ追い詰めた。刀を捨てろ動くなこう叫ぶと、 相手は肩で息をしながら、全く無法に血を蹴って突っかかった。蒼兵衛は引っるし、飲めるせい、はっしと峰打ちをくれた。男は、ひっと声を上げ、五っぽたたらを踏んでいって、前のめりに転倒した。道の上に溜まっていた雨水が、さっと飛沫を上げた。待ってください待ってください男は、 倒れたまま獣のように埋めえた。おじ悲です。どうかこのまま見逃してください。お願いです。お前、牢破りだな。そうです。旦那様。無実の罪です。騙されて。ああ、お願いです。男はわなわな震えていた。七将までのお願いです。 人たち、恨まなければ死んでも死にきれません。お慈悲です。見逃してください。必死の愛想であった。土壇場まで追い詰められた人間のギリギリの愛想という感じである。聡兵は刀を下ろした。声を上げるな。次第によっては力を貸してやる。立って俺について来い。どうぞ。 お見逃しください。男は泥の上をいざっていった。七将のお願いです。ただ人たちだけ恨みたいのです。どうぞ。お礼を信じろ。無実の罪というのが本当なら助けてやる。決して悪いようにはしない。逃げてはかえって危ないぞ。宋兵衛は刀を収めて近寄った。 さだって一緒に来い人に見られないうちに行こう宗兵衛の調子に嘘のないことを感じたのだろう男はようやく泥の中から立ち上がった宗兵衛は傘を拾い男にさしかけながら道を戻った牢破りを捕まえたと言ってやろうこう思ったことがそっくり事実になったのである 聡兵衛は、密かに会心の笑みを漏らしながら、男をかばうようにして家へ帰った。養父母には知れないように、風呂場で泥を洗って着替えさせ、居間へ入れて暗棚を中に相対して座った。男は、三十三死のひどく痩せた、眉と眉の間の迫った、いかにも昇進そうな顔立ちである。 ちばしった目を上げ、絶えず膝を震わせながら語った。それは、戦立すべき話であった。極門の松蔵と称されているが、本当は、相川や小吉といい、江戸日本橋白金町で、金銀両替商を営んでいた。小吉は、二十六歳で、 おさよという十七になる妹があり、父の死んだ後、六人の店のものを使って、かなりに商売をやっていた。その頃、島田右近が江戸屋敷にいて、家老とそば用人の紛争を利用し、相川屋をお金ご用足しにした上、藩の名目で金を絞り放題に絞った。それは、多く遊興費と、 牢職たちを牢絡するために使われたものであって当時宗兵衛にも不審であった金の出どころは要するにそこにあったのであるこうして出入りをしているうちにコンは小吉の妹のおさよに目をつけ美貌とその地位とそして絞った金を引き当てにして近く妻として正式に迎えるから と言いくるめ、料理茶屋などへ連れ出しては関係をつけていた。蒼米は思い出す。深川の女たちが、島田さんにはみんな泣かされる。このごろは素人衆の娘さんにも手を出し、愛称とかいう昇家の娘と陰銀を通じているそうだ。などと話していたことを。それから、 島田さんは急におに詰めになられました。私の店もその当時は御用達が過ぎて、にっちもさっちも行かず、ご転勤前に何とか型をつけていただこうと存じましたところ、国元で御用達にしてやるから一緒に来いというお話で、店も手詰まりになっていましたし、いずれは 妹も嫁にもらっていただけるものと信じましてこの土地へ来たのでございます小吉はこう言ってぎゅっと膝をつかんだ栄町に店を持ちはじめ一年ばかりはどうやら商売に取りついたのでございますがそれからまた御用金という名目で島田さんのために ねこそぎむしられてしまいました。それだけではございません。妹のおさよが、去年の夏に見ごもりましたので、今度こそ嫁にしていただこうと話しましたところ、一日延ばしに伸ばした上、島田さんは、溝口モンドというご老職のお嬢様と、婚約をなさいました。それをし おさよがどんなに悲しんだかおわかりでしょうか。妹は二度も大川へ美を沈めました。二度とも人に救われましたが、三度目にカミソリで喉を切って。小吉はくくと呻めえた。痩せた方がおののき、ひげだらけの骨だった顎がギリギリと音を立てた。 私は逆上しました。店もすっかり手詰まりになっていますし、妹の死体を見て、もうこれまでだと思ったのです。訴えようにも相手が町奉行、そうでなくとも完治にたけた島田右近ですから、私ごときが正面からぶつかって勝てる相手ではございません。店を畳んで、 女房と五つになる子を江戸へ返し、脇差し一本持って、島田の屋敷へ押し込んだのでございます。子孫じたんだな。廊下へ上がった途端に取り詰められました。それで万事おしまいでした。お裁きも何も、島田右近のお手盛りです。獄門の松蔵。 根も葉もない口書きを突きつけて、爪印を押せという、幼いうちは石棺拷問です。攻め殺されるよりはと、言われるままにお裁きを受けて、牢に入りました。いつかは牢を破って、人たちでも恨んでやろうと、寝る間も忘れず檻を伺っていたのですが、牢を抜けてみたものの、 やっぱりウコンに近づけず、今日まで逃げ回っていたのでございます。聡兵衛は体が震えてきた。怒りというより胸を引き裂かれるような劇場で頭がクラクラするように思った。狡猾とか老烈などという程度ではない。ウコンめ。 しかもあの鶴をさえ盗もうとしているではないか。よく分かった。私は何にも言わないが、お前の望みを叶えさせてやろう。と、おっしゃいますと。今夜はゆっくり寝るがいい。今食べ物を持ってきてやる。夜明け前までゆっくり眠って、それから一緒に出かけよう。

ウコンは朝食を終わったところで、例の通り愛想よく出迎えたが、ソベイは玄関に立ったまま、ぶっきらぼうに、ちょっと出てくれないか、と言った。獄門の松蔵を捕まえたんでね。え、松蔵ウコンは担当でも突きつけられたような目をした。松蔵を、そこもとが捕らえたのですか 昨夜遅く捕まえて、すぐ役所へ突き出そうと思ったんだが、島田右近について懸幻なことを言うんでね、一度直に会う方がいいんじゃないかと考えたもんだから、あるところへかくまっておいて、知らせに来たのさ。それはどうも、すぐ行きましょう。しかし私について懸幻なことを言ったとは、どういうことですか 私の口からは言えないね。聡兵は、つばでも吐きそうな表情をした。聞くだけでも耳のけがれるような、到底人間の仕事とは思えない卑劣な話だった。まさか事実ではないだろうから、会ってはっきり国脈をつけるがいい。支度がよかったら出ようじゃないか。音もしましょう。今、袴をつけてきます。 外へ出ると、右近はしきりに弁明を始めた。獄門の松蔵がいかに寛悪な人間であるか。口号車で人を騙すことに長辞。偽金なども使ったらしいなどと言った。蒼兵衛は返事もせずに、大手筋から堀りへ出ると、そこを回って城山の方へ向かっていた。 ちょうど内堀の外れへ差し掛かった時である。右手にある観音堂の境内から、武家の娘が一人下女を連れて出てくるのにあった。右近も先方の娘も気づかなかったが、宗兵衛は一目で、それが溝口の鶴だということを認めた。そしてそう認めるなり、大股につかつかと寄っていって声をかけた。 おつうさん、しばらく。鶴は立ち止まってこちらを見「あ」と口の内で低く叫んだが向こうにコンのいるのに気づくとさっと青くなり彼の方へ全身ですがりつくような表情を示した宗兵衛はニコッと笑いながら無縁漁に近寄っていって一度帰ってきた挨拶に行こうと思ったんですが 妙な話を聞いたんで遠慮していたんですよ。しかしもうその話もきれいに片付くでしょう。そうしたら約束を果たしてもらいに行きますからね。鶴の青ざめた方に美しく血が差した。宗兵衛はその大きい目を見つめながら、覚えてるでしょうあの約束。いつか私のお嫁になってくれると言った。 二人だけの、あの時の約束を。はい、覚えております。鶴は泣きそうな目になった。でも私、もう。いや、大丈夫。きれいに片付くと言ったのは、そのことですよ。早ければ今日のうち、遅くも二三日うちには、誰かさんはこの土地から消えてなくなります。それでいいでしょう それとも、そうなってはおつうさんに悲しいだろうか。い,いえ、い,いえ。つるは頭を振りびしょうした。両方にえくぼができた。わたくし、あなたのおいでくださるのを、お待ちしておりますわ。しめた。それで結構。では、今日はこれで別れます。気をつけてお帰りなさい。 蒼米は自分の方をえくぼのあるように指でついてみせ、鶴が恥ずかしそうに片手で顔を隠すのに会釈し,して、さっさとウコンのそばへ戻っていった。ウコンは少し離れたところからこっちの様子を眺めていたが、蒼米の言葉の意味がわかったのだろう。すっかり血の気のうせた。引きつるような顔になっていた。待たせたな。 さあ行こう。宗兵衛はこう言って城山の方へ坂を登っていったそこはごく古い時代に何がしという豪族の城郭があったと伝えられる宮旬で松と杉の林を抜けて上がると城下町を見下ろす優れた眺望があり宮城の守護神だろう小さな八幡社の祠が立っている。 宋兵衛はその祠の前まで来て振り返った。獄門の松蔵はこの中にいる。島田、一言聞くが、お前、江戸の御用番だった愛称、相川や小吉を知っているな。ウコンは白くなった唇を引き結び、黙って自分の足元を見つめている。宋兵衛は、 低い冷ややかな声で続けた。愛称の妹のおさよも、おさよが身ごもったことも、お前に騙されて自殺したことも知っているな。町奉行という地位を悪用して、今日まであざ欺き、人を騙してきた。しかし、今そこにいる島田右近は、町奉行じゃない。ただの卑劣ないやしい人間だ。 それもわかるだろうな。私は、弁解はしない。うこんはまだ地面を見ていた。したことの償いは、するつもりだ。どうすればいいか言ってくれ。それは愛称の決めることだ。償いをするという言葉が本当なら、島田、一生に一度でいいから。 ごまかし抜きのところを見せてくれ。いいな蒼兵衛はそれだけ言うと、振り向いて、ほこらの扉を開けに行った。その時である、木を狙っていたウコンが、蒼兵衛の背へ後ろから抜き打ちをかけた。いっというような叫びとともに、刀はきらりと伸び、ほとんど肩を切ったかと見えた。だが蒼兵衛の体は、 バネのように左へ跳躍し、踏み込んできた二のたちを、抜き合わせて楽器と受け止めた。そんなこったろうと思った。ほとんど顔と顔がくっつきそうになったまま、聡兵はにっと唇で笑いながら言った。俺を切り、相性を切れば安全だからな。へっ、ああいにくとそうはいかねえ。お前もちょいと使えるらしいが。 俺の野牛流は折り紙付きだ。ウコン、悪い死案だったぜ。叩くだけ舌を叩け。どっちに折り紙がつくかはすぐにわかる。おっしゃいましたね。せめて俺に汗でもかかせてくれれば見つけものだ。よっ。右足を引いたと見ると、蒼米の体が沈み、ウコンが二軒ばかり横へ飛んだ。 そこで暗い鳥をするかと思ったが、蒼兵衛は大胆極まる追い打ちをかけ、正面から体当たりをくれるように切っていった。刃と刃ががっきりとなり、ぎらりと上下に光を飛ばせた。うこんはまた逃げた。蒼兵衛は踏み込み踏み込み、息もつかせず間を詰めては切ってゆく。この間にほこらの中から相川や小吉が出てきていたが、 手も出せず傍然と立って眺めるばかりだった。ほう、なるほどね。聡兵はニコッと明朗に笑った。お前案外やるんだな、ウコン。こいつは見損なった。これで魔人間なら友達になってもいいくらいだ。惜しいぞ、キつね。ウコンの唇がまくれて白く歯が見えた。さっと体を傾け、 うを狙って刀が伸びた宗兵衛は妻立ちをしてこれをかわし伸びてきた刀を下から跳ね上げた的確極まる技である右近の刀は生き物のように飛んで実験あ余り向こうの草の中へ落ちたしまったと脇差しへ手をかけるところを宗兵衛がつけ入ってパッと平手で顔をたたき刀を捨てて組みついたと見ると見事なね越しで投げ飛ばした ウコンはもんどりを打ち背中で地面をたたくとうんとうめえて伸びてしまった汗をかかせやがった宗兵衛は刀を拾って鞘へ納めウコンの刀の下げを取って彼の両手を後ろで縛ったてめえのまいた種を刈るんだ本当ならしらすへさらすんだが それでは家中の面目にも関わるし、お前を信用なすった総監様のお名をけがす。世間に知れないで済むことをありがたいと思え。生き死にに関わらず、二度と顔を見せるなよ。総兵は手を挙げて小吉を招いた。さあ、島田右近を渡してやる。あとはお前の勝手だが。 今朝も言った通り、刀で切るだけはいかんぞ。悪人でも人間には違いない。わかってるな。はい。よくわかりました。決してうろたえたことはいたしません。それが済んだら、江戸へ行くがいい。右近のしたことで償いのつくものは償いをする。江戸屋敷の鳴沢兵馬を訪ねればわかるように、 手紙を出しておく。元気でもう一度やり直すんだな。ではこれで。小吉は腕で表を覆い、泣きながら黙って行くたびも低頭した。宋兵衛は大股にそこを去っていった。丘の端まで行くと城下町が一目に見渡せる。彼はそこで立ち止まった。 だちどころ。ふふふ、今日からまた喋り出すぞ。平座親父、びっくりするな。あの屋根屋根、よく登って飛び回ったっけ。おつーちゃん、はは、そろそろ下がむずむずしてきやがった。えー、い、かけろ町ょう 島田右近が行方不明になり、半月ほどして城山裏の杉林の中で餓死しているのが発見された。牢破りの獄門の松蔵はついに捕らえられずに終わり、十二月になって宋兵衛と鶴との婚約披露があった。そして平左衛門は、 今再びせがれを江戸へ追い払おうとして、よりより老身の間を奔走している。